こんにちは、渋沢光です。今年三国志シリーズはおかげさまで30周年を迎えることができました。これもファンの皆様のご支援の賜物と深く感謝いたします。この30年私たちは歴史シミュレーションゲーム三国志をはじめ、新三国無双、100万人の三国志など、さまざまな形で三国志の世界を描いた作品を皆様にお届けしてまいりました。そして今年その集大成ともいえるシリーズ最新作三国志13を発売いたします。コンセプトはこれぞ三国志、百花繚乱の英傑劇。三国時代を駆け抜けた数多の英傑たちが織りなす熱き人間ドラマを感じていただける作品となっております。三国志シリーズのファンの方々、久しぶりにプレイされる方、初めて遊んでみようという方、どなたにも深く楽しんでいただける作品となっております。発売は12月10日、歴史シミュレーションゲーム三国志の日です。どうぞご期待ください。三国時代を駆け抜けた数多の英傑たち、いくつもの熱きドラマがここにある。三国志13、絆が紡ぐ英傑たちの人間ドラマ。君主から在野武将まで多彩なプレイスタイルを実現。英傑たちとの出会い、交流が強める絆の輪、熱き三国時代にその名を馳せよ。縦横無尽の采配、壮大な戦闘シーン、多彩なシチュエーションで繰り広げられる大軍同士の激戦、三国志の戦場が鮮やかによみがえる。あふれる臨場感、 3D 一枚マップで描く三国志の舞台、広大な中国大陸から都市内部の様子まで、フル 3D が実現する圧倒的ビジュアル表現。三国志ゲームの原点にして頂点、これぞ三国志、百花繚乱の英傑劇、三国志13、2015年12月10日発売予定。三国志30周年を記念した豪華グッズ満載、トレジャーボックス同時発売。さらに川本喜八郎モデルの諸葛亮人形を同梱、数量限定、ゲームシティ限定セットも。ご覧の皆さん、こんにちは。このお時間はですね、三国志30周年の記念作品となります三国志13の魅力を鈴木プロデューサー、利根川ディレクター、そしてゲストのうどんさんとご一緒に、本邦初公開のゲームプレイをたっぷりとご覧いただきながらご紹介していきたいと思います。番組の司会進行は私鈴木咲が行いたいと思います。よろしくお願いします。さあ、それではうどんさんから自己紹介の方をよろしくお願いいたします。はい、三国志ライターのうどんと申します。もともと三国志は光栄さんの三国志からゲームに入りましたんで、もう光栄さんの三国志が好きすぎて、もう今回もこういうところに呼ばれるという、まあ、それにしてもちょっと他のコーナーに比べてゲストの誰だよ感がすごいんですが、まあ、いやそんなことないすみませんです。はい、深い話が聞けると思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあすみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、プロデューサーの鈴木です。実は私も三国志一作目にハマって、ゲーム業界を目指しましたので、よろしくお願いします。そういうお話もいろいろと今日は聞けるということ で、ね、はいはい、楽しみにしております。そして、はい、ディレクターの利川です。私もですね、三国志
PC ゲームで初めて体験して、で、まあ、光栄を目指して、今作13を担当することになったので、力を入れて作ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、それではですね、まずは本作三国志13の PV をご覧いただきますが、鈴木プロデューサー、はい、この映像でですね、はい、特に注目してほしいポイントなどを先に教えていただけると嬉しいです。そうですね、はい、この PV 最初の PV なので、はい、3つの、大きなポイントに絞った PV になってますので、はい、まあ、概要をつかむにはいいかなと思います。ですので、まあ、見どころというか全体を、まあ、こう軽くざっくりと見ていただく感じで、うん、細かいところは後で直プレイでお見せしますので、はい、楽しみです。さあ、それではどうぞご覧ください。三国時代を駆け抜けた数多の英傑たち、いくつもの熱きドラマがここにある。三国志13、絆が紡ぐ英傑たちの人間ドラマ。君主から在野武将まで多彩なプレイスタイルを実現。英傑たちとの出会い、交流が強める絆の輪、熱き三国時代にその名を馳せよ。縦横無尽の采配、壮大な戦闘シーン、多彩なシチュエーションで繰り広げられる大軍同士の激戦、三国志の戦場が鮮やかによみがえる。あふれる臨場感、 3D 一枚マップで描く三国志の舞台、広大な中国大陸から都市内部の様子まで、フル 3D が実現する圧倒的ビジュアル表現。三国志ゲームの原点にして頂点、これぞ三国志、百花繚乱の英傑劇、三国志13、2015年12月10日発売予定。三国志30周年を記念した豪華グッズ満載、トレジャーボックス同時発売。さらに川本喜八郎モデルの諸葛亮人形を同梱、数量限定、ゲームシティ限定セットも。いやー、壮大な映像でしたね。ご覧になっていかがでしたか、はい、イベントシーンっぽいのもちょこちょこ見えたじゃないですか、はい、ありました、やっぱりイベントシーンとかもやっぱり実際どんなイベントがあるのかすごく気になりますね。あとやっぱり戦闘シーンすごい、やっぱり動き実際動いてると見るのは初めてだったんですけど、すごい迫力もあるし、まあ、あとやっぱり触ってみないとわからないところもあるんですが、今回 3D で表現してまして、はい、表現力がかなり上がってますので、うん、戦闘のリアル感もかなり向上していると思います。さあ、それではこの流れで鈴木プロデューサーから三国志13をご紹介してもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今回PV でもありましたが、3つのキーワードを設定しています、人間ドラマ、スペクタクル、そしてダイナミズムです。でまず人間ドラマですけれども、はい、今回、シリーズ最多700人以上、こちらの三国志に関連する武将が700人以上ということで、過去はですね、イニシエ武将とかそういうのを入れて結構多めになっていた時期もあったんですけど、そういうのは除いて純粋に三国志に登場する人物が今回700人以上でシリーズ最多となっております。すごい数ですね、はい、で今回人間ドラマを、表現するにあたってですね、人間関係をまず皆さんに、プレイヤーの皆さんに見ていただこうということで、相関図というのを今回導入しています。でここにあるスクリーンショットには、スクリーンショットはですね、劉備を中心にした相関図になっているんですけども、こちらの、まあ、ちょっと小さくて分かりづらいんですけども、関羽張飛の顔なんかも見れると思います。でこれ顔の大きさがですね、その人物の、なんだっけ、存在感を示してますので、何でしょうね、三国志上でその肩書きが低くても、肩書きがなかったり、君主じゃなくても一部将の人材でもですね、存在感がある人材っていたと思うんですけど、はい、
あの存在感がそういうふうに肩書きと関係なく表示されてますので、これは助手時代の劉備の人間関係みたいな感じですかね。そうですね、陳と陳家いますしそうですね。で、ですね、顔の、顔同士の距離感ですね、これが人間関係の距離感にもの表現になってますので、で遠くの方にいる人物ほど、まあ、人間関係が薄いと。赤い線と黄色い線は何の差があるんですか？赤い線はですね、つながりがある人間関係なんですけど、はい、黄色はですね、絆を結んであるっていうことですね。今の場合ですと、夫婦関係であったりとか、はいはい、あと義兄弟とかっていう特別な関係が黄色で表現されています。で、今あそこあれだけしか表示されてないんですけど、実はもっと引いてみることができてですね、もっと外側にはですね、全然知らない人物とかもいっぱいいたりするんです。あれもっと大きいですね、これって700人、じゃそれこそ500人とか600人とかいろいろ人間関係結ぶとすごいことになるんじゃないですか。ね、そうなんですね。で、今回フィルターをかけて表示とかも制限できるので、さすがに700人全部ボンって出しちゃうとわけわかんなくなっちゃうので、はいはい、ということもできます。はい、で次お願いします。でスペクタクルです。今回戦闘シーン、かなり力入れて作ってます。でこちらはちょっと実機でお見せするので、まあ、説明はそんなにしないんですけど、次お願いします。はい、今回甲状腺や水上腺もご用意しております。甲状腺すごいかっこいいですよね。そうですね、こんなに潮攻めに力入れてるのはなかなかないなっていう、ここは結構こだわって作ったところなので、はいはい、そして最後ダイナミズムです。今回中国の大陸を1枚マップ 3D で表現しておりますので、拡大縮小も自由にその場でできますし、都市に関して言うと寄っていって右上のスクリーンショットにあるようにかなり、近いところまで寄ることができます。はい、はい、ありがとうございます。コメントでは水上線にだいぶ食いつかれている方がいらっしゃいましたが、そうですよね、はい、ちょっと前作が水上戦なかったので、はい、というのもあると思うんですけど、やっぱり水上戦ないと5の人たちがちょっとかわいそうじゃないですか。そうですよね、はい、やっぱ三国志といえば水上戦がないとちょっと、はい、はい、ありがとうございます。不動さんは今いろいろと見ましたが、どんなところに期待されていますか？はい、やっぱりなんといっても戦闘ですよね。戦闘シーンが、まあ、はい、リアルタイムなんですけど、どれくらい、まあ、操作できるかとか、まああとはこの計略もどんなものがあるかとか、はい、やっぱこうシチュエーションでやっぱ戦闘って全然違うと思うんで、はいはいはい、その点も本当見てみたいですね、早く。お、じゃあそんなお言葉にお答えして、はいはい、早速なんですけども、実際に三国志13をプレイしながら詳しく解説してもらいたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それじゃあ、三国志13の実際の画面を見ながら、ゲームの内容を説明していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今これタイトル画面表示されてますけれども、そこから進むと、まあ、シナリオ選択、モード選択ですね、モード選択に入ります。で、今回の三国志は、全武将プレイということで、まあ、いろんなモードがあるんですけど、全部絞れて、今回は群雄割拠のシナリオを用意しています。まだシナリオは一つなんですね。そうですね、今これはニコニコ生放送用に見せられることが一つで、そうですね、今回絞っています。で、この画面でプレイアブルキャラクター、プレイヤーキャラクターを選択するんですけれども、その前にちょっと見てほしいものがありまして、お、何ですかね。先ほどの説明でもありましたけれども、今回は相関図ですね。あ、これが、はい、実際の。そうですね、先ほどはプロデューサーの方から説明があった相関図です。これが全部ショープレイなので、実際にプレイキャラクターを選ぶときに、まあ、これを参考にしながら選んでもらいたい。誰とも結んでない人がいますね。そうですね、ぼっち、まあ、これがボツンという形で、はい、まあ、孤高の人ですね、はい。で、まあ、これ見てもらうと分かるように、呂布と、長領がつながりを持っていたりだとか、まあ、長領と光純がつながりを持っているだとか、はい、それを合わせると浮かび上がってくるんですね。はい、そうですね、関係が、はい、はい。で、まあ、これがさっき言ってた他の総勢ずらっというような、人間関係ですね。あとは他の勢力見てみると、まあ、ここであれば、曹操軍、ふにゃふにゃしてるのは何なんですか？これは親子関係だとか、あ、なるほど、この黄色いものが、はいはいはい、特別な絆が結ばれている状態なんですけれども、
絆は中のイベントだとかミッションだとかクリアして結ぶこともありますし、このように人間関係の中でも親子関係であったり、この夫婦であったりするものは当然絆が結ばれているので、そこが黄色いもので表示されているような感じになりますね。あれなんか重なってるのがいますが、はい、これはちょっと先ほどうどんさんが言ってた700人ごちゃっと表示した時にどうなるんだっていうところの感じですね。ただこれでボリューム感というのは感じてもらえるんで、あまりこの辺は気にせず作ってはいるんですけれども、はい、で今このシナリオでは群雄割拠ということで、呂布が一番活躍しているシナリオなので、呂布がプレイヤー選択の時にはセンターになりますけれども、まあ、こういう形でここから、はい、動いた劉備センターにした時の相関図であったり、ね、誰かを中心にっていうのが常に切り替えられますので、とか、まあ、もちろんここで配下の長中心とのつながりであったりだとか、あとは、まあ、このここに高孫さんいますけれども、高孫さんの配下の長雲ですね。長雲の場合であれば、まあ、長雲はまだ劉備とは知り合いになってないですね。そうですね、なる前ですね。劉備勢力と劉備に対して少しお互いにちょっと惹かれているものがあるということで、このような関係になっています。はい、でこういうようなものを見ていただきながら、プレイキャラクターを選択してもらうと、はい、で実際に全武将プレイなので、このシナリオに登場するプレイヤ ー武将すべてで、選択することができます。すごい大事なことを聞くんですけど、はい、これ能力値はまだ確定じゃない能力確定じゃないですね。確定じゃないんですよ。なので本当はここでああだこうだって言いたかったんですけど、ね、今回はちょっとまだ確定してください。なるほど、確定してれば多分もうそれだけで多分話が続き続けると思うんで、はい、突っ込まれるのもちょっとこの後でということで、後で、はい、で、はい、もちろん君主、例えば曹操っていうのでもプレイすることができますし、劉備軍であれば関羽だとか張飛っていうようなプレイヤーキャラクターを選ぶこともできますし、まあ、こういうふうなマイナーな武将ですね、孫悠だとかも選ぶことができるという形です。コメントで新規武将は作れるんですかって来てたんですけども、新規武将は作れます。お、作れるということで、はい、基本的にはこれまでの過去作でできるものは、できるような形で作っていってる、っていうのが基本方針ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、で今すごいプレイヤブルキャラクターたくさんいるんで、まあ、選びきれないっていう人はこのおすすめ武将のリストっていうのがこのシナリオの中で随分活躍した人たちをピックアップして選んであるので、そこから選んでもらうということもできます。はい、で今回はまず全武将プレイの中でも配下プレイっていうのを少し紹介したいと思うので、はいはい、ここでは曹操軍の各下ですねっていうのを選んでみます。大体最初に選ぶ女性のありなしとかもありましたけど、はい、まあ、12に近い感じですかね。そうですね、イベントだけ登場させるっていうのと、はいはい、武将として扱えるっていうのが、やっぱり女性が先頭に出るっていうのがちょっと史実とっていうの人もいるんでそこは選べるような形になってますね。お、はい、でシナリオが選ばれますと、このシナリオオープニングですね、はい、っていうのが、展開されると。群雄割拠の時代なんで、暴君であった光沢が、呂布だとか王院朝鮮の策によって倒れた後の時代ですね。まあ、このような形でシナリオの舞台が、イベントで紹介された後実際のゲームに入っていくと。で実際のゲームに入りますと、まず最初に勢力、自分の属する勢力の表情というのが行われます。はい、はい、で今、プレイヤーキャラクターが各下っていう配下プレイなので、この冒頭の軍議には呼ばれてなかったっていう風な形ですね。なので、はい、曹操軍が自分たちの重心とともに表情を行った結果が伝えられます。ここでは内政充実っていう風な、方針が示されて、その中でも商業を750上げようっていう風な、基本方針、勢力の基本方針になります。はい、さらに続けて各家に対して、じゃあその基本方針をお前はどのようにして、達成していけっていう具体的な任務ですねっていうのが、伝えられます。ここでは商業値を40上げろという初期任務っていうのが設定されることになります。失礼する。はい、でこれはチュートリアル的な、実際一番最初にプレイした時にやっぱりプレイに迷ってしまうんで、
階級を上げるだとか功績を積み重ねることによって、身分上がるよっていうような少しチュートリアル的なメッセージですね、はい、っていうので、ゲームが開始されるとこまで来たということですね、うん、はい、さあでですね、はい、実際に、今与えられた任務が商業なので、はい、商業をどのようにしてじゃあこなしていくのかっていうのをちょっとお見せする前に、今回の、3D マップですね、お、はい、あの 3D の1枚マップって11以来ですよね、はい、まあ、でしかも11の時って割と水墨画風だったじゃないですか、そうですね、はい、リアルな 3D って三国志だと初めてですよね、はい、そうですね、リアルな 3D で表現するのはこれが初めてですね、はい、で、このようにすごいですよね、そうですね、細部まであのかなりこだわって作っているので基本軍隊の移動っていうのはそのライン上に沿ったもの、そうですね、はい、ちなみにそのラインをこう自分で作れたりはしないんですか、あ、今回はないはい、っていうようにあれ、回してみたり、はい、はい、そうですね、フォロー感もありますね、視線の移動だとかあとはカメラの回転ですね、自由にできたりだとかあとはズームですね、まあ、今楽用にでかいですね、お、細かい、そうですね、あのこの時代実は洛陽はあの萌え、あの廃墟になってるんですけれども、はい、今回はあの発展した後の姿をちょっと見てほしかったんで、当然焼かれちゃった後ですね、そうですね、はい、あえてあの発展した後の姿、まあ、そこそこ成長している、はい、あの都市の姿ですね、あ、でも多分あの地図見てるだけでもきっと楽しいだろうなってあのそうなんですよ、のこれ見た時信長の想像を思い出したんですよ、はい、3D の一枚あれもやっぱり地図ずっと見てるだけで楽しくて、はい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 、これもやっぱ地図見てるだけで楽しいだろうなっていう、うん、であの三国志の時代だといろんな都市が登場するんであれ入ってるこれ入ってないっていうので楽しめるかもしれないですね、はい、そうです、あの剣閣入ってる入ってないっていうのであの剣閣のあたりとかどうなってるのかなとか思ってきますし、はいはい、ちょっと後でじゃあそこは、はい、であの、はい、今あの西北あの各家を選んだので西北が、はい、スタートの都市になりますけれども、まあ、西北の都市見てみるとこのようにあまり成長してない様子ですね、はい、でそれがまあ、他の都市も見てみると結構都市数今回多い気がするんですが、はい、ですね、全部でいくつあるんですか、今回60、はい、あー、そんなに、はい、やっぱりあの都市数があの少ないとやっぱり戦略がこう、うん、結構雑になっちゃうんで、そういう意味でやっぱ、ね、都市が多い方がやっぱありがたいですね、うん、あ、そうですね、で、まあ、南のあたり、はい、甲州のあたりがあの作品によって入ったり入ってなかったりしてたんで、今回はあの甲州入れてあります。はい、甲州のあたりです、ね。南の方を見ると気になるんですけど、異民族とかってのはいたりするんですか？はい、あの今鋭意作成中で、あの少なくとも感じてもらえるようなものはあの入れてあります、はいはい。コメントでもこれ一番嬉しいかもとかやったっていう声がすごい来てますね。そうですね、やっぱりナンバーとかサイエンスとかこういてくれると、はい、そうですね、あのここ作る時には入れるか入れないかっていうのが随分議論したんですけど、やっぱり30メモリアルタイトルなんで、そうですね、絶対入れようということで、はい、じゃあ今回もあの我がいると嬉しいなとか、はい、そうですね、はい、さっき剣閣のあたりっていう話でしたけども、まあ、天水だとかあのこの辺だとかも あとはすごい砂漠感ありますね、そうですね、あのさっき、すいませんちょっと、そうですね、ここの剣業だとか見てもらえればさっきの洛陽とは全然違った風なビジュアルになってたりだとか、そうですね、はい、はい、地方色かなり豊かにそれぞれ特徴を持って都市は描いています、違いが見えるのも見てるだけで本当楽しいですよね、うん、そうですね、あのさっきうどんさんが言われてたみたいにあのそれぞれの都市見てあの巡るっていうのも随分楽しいプレイになってると思いますそうですね、はい、で、まあ、今あのこのようにあんまり成長してない様子なんですけれども、はい、あのここ見てもらえれば分かるように都市のパラメーターとして商業、農業、文化っていうのがあります、はい、でこれらを成長させることで都市の施設っていうのが建設することができるようになって、それとともにビジュアルがどんどん変わっていくような形になっていきます、はい、あとですね、ここあの画面の下のあたり見てもらえると分かるんですけれども、これがあの任務場という今回独自のシステムになっています、あの君主だとかあとは、軍師ですねだとか内政担当の重臣だとか軍事担当の重臣たちがそれぞれ任務状を持っていて、内政コマンドに関しては基本的にこの任務状を通して行われることになります、はい、あとはあの実際のプレイヤーができるコマンドっていうのがこの都市の中に、設置されていて、例えばここ城門であったら移動だとか部屋
はい、だとか、あとは市場であったら、まあ、宴会だとかっていうようなコマンドがあったりだとか、あとは成長だとか、まあ、こういうふうな見逃せないコマンドがあったりします。判断が、はい、そうですね。もうコメントでこれマップ見るだけで1日終わっちゃいそうだから、あえて見ないで進めないと終わらないという声が聞こえてますね。なんか作っ、はい、今開発時見たら多分喜んでると思います。お、皆さんたくさんコメントよろしくお願いします。で、実際に今使命が内政充実で、各家に対して商業の任務が与えられているので、それをちょっとこなしていこうと思います。で、商業の任務を実施するには市場を選択して、まあ、任務の中でまず最初に、実行施設ですねを選ぶことになります。で、実行施設は今2つしかないんですけれども、さっき少し説明したみたいに都市施設っていうのが成長していけば、ここの選択肢もどんどん増えていく形になります。はい。で、都市施設を選択した後は今度は実行方針ですね。ここでは4つ、表示されてますけれども、各課の、能力で選べるのは上の2つです。で、下の妊婦増員だとか、昼夜参考体制っていうのは、必要特技商業を身につけた人だけが選択できる形になります。じゃあ政治力が高い部署ほどやっぱりすごいいい政策というかを選べるってわけなんですか。そうですね、選択肢がどんどん増えていったりだとか、はい、あとは当然武将プレイなので、成長要素っていうのも入れているので、各課であってもプレイの中で商業を身につけるチャンスっていうのが、はいはい、まあ、いくつかあるので、そこで身につけてこの方針を実行するってこともできます。いや、細かい。はい。で、実行施設、実行方針を選んだ後は今度は協力部署、はい、従来のゲームだとコマンドを打つときっていうのは一人ぼっちで実行してたものが多いんですけれども、はい、今回は人間関係っていうのをすごくフューチャーしているので、協力部署っていうのも一緒に選べるような形になってますね。ここではテイクを選んで実行を行います。よろしい、承知した。はい、これ協力断られたりするんですか。しますね。お断りだと。はい、忘れてた、そんなこと。ここの協力部署っていうのは、まあ、はい、選べる人だけが表示するか断れる人か、今ちょっと作ってる最中ですけれども、人間関係を映し出しているようには作っています。あ、面白いですね。はい。で、今ちょっと時間を止めたんですけれども、基本的に内政システムもリアルタイムで進行していきます。で、これ時間を進めると、ここの任務上のところに、どの任務、今自分がどれをやっているのかっていうことと、ここにゲージがあるんですけども、これが時間とともに進行していって、進捗状況、まあ、自分の任務の進捗状況も分かるし、他の勢力内の他の武将たちが何をやっているのかっていうのもここで一気に分かることができる。分かりやすい、見やすいですね。はい。あと、まあ、当然ここの任務状っていうのは軍師が発行したものなので、軍師が何を任命した任じたのかだとかっていうのもここで見ることができるようになります。当然自分が大したことないしょぼい武将だと、やっぱり任務状とか、こう特に任務も与えられないわけじゃないですか。そうですね。はい。そういうなんか仕事もくれないような人たちは何をして過ごせばいいんですかね。そこも一応考えてあって、この後ちょっと紹介しようと思います。わかりました。後ほどということで。で、はい、はい、実際に任務をちょっと行ってみます。ここで時間を進めると、あ、今コマンドの中でイベントが発生したんですけれども、協力部署としてお願いしていたテイクから、各課に対して相談が持ち込まれたイベントですね。はい。少々困ったことが起きてしまいっていう形で、まあ、商人同士の大喧嘩があったと、まあ、どのように仲裁したらいいのかっていうようなイベントが起きます。まあ、このイベントもですね、必ず起きるわけではなくて、タイミングだとか、その時の状況に応じて起きたり起きなかったりです。で、プレイヤーに対して選択肢が示されます。はい。で、利を解くっていうことで選ぶと、はい、今回の場合は、はい、経験値のボーナスというような形で、コマンドを実行してリアルタイムでずっと見てるだけではなくて、中でいろんなイベントだとかが発生するっていうのも今回楽しめるような作りになってます。結構汎用イベントっていうか、そのイベント結構差し込まれてくるんですね、しょっちゅうしょっちゅう。そうですね。その任務だとかによっていろんなバリエーションのものが差し込まれるような形になります。はい。さらに時間を進めていきます。おかわりなきご様子。まあ、何か起きましたね。あ、で、これはですね、はい、さっきは任務のコマンドの中のイベントだったんですけども、はい、これは勢力内の他の武将から手助けをしようかっていうような声掛けがあった状況ですね。はい。
ウキンが、各官に対して、任務を手伝ってあげようということです。これもですね、ゲーム内のウキンと各官の人間関係だったり、絆によって起きたり起きなかったりというのが今回のゲームのシステムです。たやすきこと、はい、特に断る理由もないので一緒にやってもらうと、今5日間短縮というふうな形が出ましたけれども、これで向こうに誰かで協力し合って仕事をしてるって感じなんですか。そうですね、他の武将同士も協力し合って進んでます。はい、で今ここにいろんなコメントが出たりしてますけれども、はい、自分だけではなくて他の武将たちもですね、同じようにこの任務、使命の、実現に向けて働いている姿っていうのが見えるのが今回のシステムですね。はい、ボール出たで今、横の、バーが、白になったので任、コマンドが実行完了ということで、実行施設、実行方針、協力武将、手助けなどの効果の結果49という最終成果になりました。はい、その結果それぞれの親近感が高まって、はい、